皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は疲れが取れない時に食べてほしい食べ物をご紹介していきたいなと思います。この動画を見てくださってる皆さん、疲れていませんか？疲れた時のケアとしていろいろな方法があると思うんですけれども、趣味で気分転換したりとか、マッサージしたりとか、温泉に行ったりとか、いろいろな疲れを取る方法あると思うんですが、今回は体の根本から疲れを取るためにアプローチができるものとして食材に注目してお話ししていきたいなと思います。一口にこう疲れというふうに言ってもいろいろなタイプの疲れがあるかな思います。今回は疲れのタイプ別におすすめの食材を紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目、肉体的疲労にアプローチする食べ物をお話ししていきたいなと思います。運動スポーツされている方とか、まあ、いわゆるその筋肉痛とか、トレーニングした次の日のなんとなくこの体がだるい重い感じ、あとは日々肉体労働されている方などが当てはまるのではないかなと思います。そういった方にはしっかり体にエネルギーを行き渡らせてあげるっていうことが重要になってくるので、そんな方におすすめしたいのがビタミン B1 とアリシンの組み合わせになります。ビタミン B1 というビタミンは私たちが食べ物から取った糖質をエネルギーに変えるために働いてくれるサポート的な役割を担っているビタミンになります。なのでビタミン B1 がしっかり取れていないと、いくらお米とかパンで糖質を取ったとしても体を動かすためのエネルギーとしてうまく働いてくれないので、体にしっかりエネルギー源を行き渡らせてあげるっていう部分でビタミン B1 とっても重要になっています。今回はそのビタミン B1 とプラスしてアリシンという栄養素を一緒に摂っていただくことをお勧めしたいなと思っています。ビタミン B1 はどんな食材に多く含まれているのかなと言いますと、身近なところで言うと豚肉とかお豆腐、うなぎにも多く含まれています。アリシン、意外と身近な食材に多く入ってまして、ニンニクとかネギ、ニラなどに多く含まれています。ちょっとこうガツンとする匂いのあるお野菜にはだいたいアリシンが入っていますので、豚肉とかうなぎとか豆腐に入っているビタミン B1 とニンニクとかネギに入っているこのアリシンを組み合わせて一緒に摂っていただくというのが栄養面で見てもとってもいい相性というふうに言われてますので、ぜひ組み合わせて摂っていただきたいなと思います。おすすめの調理方法としては、豚肉を食べる時があったらちょっとニンニクを入れていただいてガーリックソテーにしたりだとか、あとお豆腐、まあ、麻婆豆腐とかだとネギとかニラ入れることあると思うので、体が疲れてるなっていう時はガーリックを効かした豚肉とか麻婆豆腐とかを食べていただけるといいのではないかなと。次の疲れのタイプは慢性疲労、あとは精神的な疲れのタイプになります。こう日々の疲れが溜まっていて、毎日こうなんとなく体が重いな、疲れてるなという慢性的な疲労だったりだとか、お仕事や学校での精神的なストレスなどが積み重なった心の疲れの部分でも食材でアプローチすることができます。こんな方にとっていただきたい栄養素はビタミン C とビタミン E になります。慢性的な疲労というのは体の中に活性酵素とか、あと疲労物質が溜まっていってるというのが原因の一つとして考えられます。なのでそういった疲労物質とか活性酵素を除去してくれるような食べ物を積極的に摂っていただけるといいのではないかなと思います。ビタミン C は緑黄色野菜、色の濃いお野菜だとか、あとは果物などに多く含まれていますし、ビタミン E はナッツなんかにも多く含まれています。どちらも抗酸化作用を持っているので、疲労物質として体に溜まっている活性酵素を除去してくれるためにサポートしてくれますし、特にビタミン C は体にストレスがかかっていくと体内にあるビタミン C を消耗してしまうという特徴がありますので、ストレスを感じているな、なんとなく疲れているなという方こそビタミン C の摂取量っていうのはぜひ意識していただきたいなと思います。おすすめの食べ方としては、お野菜とか果物をぜひ日々の食事に取り入れていただきたいなと思いますし、あとはビタミン C なんかは市販のドリンクとか野菜ジュースなどでも気軽に摂ることができる栄養素ですので、疲れてるなと思う時はコンビニで食べ物を選ぶ時とかもぜひそういうところも注目して選んでいただけるというのではないかなと。3つ目の疲労のタイプは季節的な疲労になります。いわゆる夏バテなんですけれども、気温の変化とか室内と外の寒暖差とかでなんとなくこう体がだるくなる、食欲が出ないとか、そういった症状出ることあるんじゃないかなと思います。そんな方におすすめしたい食材
なんですけれども、カプサイシンとクエン酸を含んでいる食べ物をおすすめしたいなと思います。どちらも共通しているポイントは食欲増進の作用をしてくれるっていうところになります。夏バテという症状に直接アプローチしてくれるというわけではないんですけれども、季節的なこう体のだるいな、胃腸が疲れてるなっていう時に起こりがちなのが、その食欲が出ないっていうところが一番こう疲れを取るために大敵なので、カプサイシンとかクエン酸の力を借りて食欲を増進させて、しっかり他の食べ物からの栄養素もしっかり取り入れて力がみなぎるというような状態にしていくのが一番理想的かなと思ったので、この2つを選ばせていただきました。カプサイシンは辛い成分になってますので、唐辛子とか使っている、キムチとかそういったもの。クエン酸は酸味のある酸っぱい食べ物に多く含まれていますので、お酢とかレモンとかの柑橘系果物を取り入れていただけるというのではないかなと思います。おすすめの食べ方としては、キムチを料理に使っていただくのが一番手軽かなと思います。例えば、豚キムチとかスンドゥブとかお豆腐も一緒に取れますので、そういった食べ方もおすすめです。あとは辛いものって、刺激がこう食欲増進にアプローチしてくれる部分もあるんですけども、あんまりにも激辛だと逆に胃腸に刺激がいってしまうので、そこだけご注意いただければなと思います。クエン酸を使ったものでいうと、果物とか積極的に取っていただいたりだとか、梅干しを乗せたお茶漬けとかそういったものも胃腸にも優しくて手軽に食べることができるので、良いのではないかなと思います。季節的な疲労を感じた時にはぜひカプサイシンとクエン酸意識して取ってみていただくのがおすすめです。最後に余談にはなるんですけれども、よくこう疲れたなという時にもう一頑張りしたいっていう時にカフェインのたくさん入っているドリンクを飲まれる方多いのではないかなと思います。カフェインというのは覚醒作用がありますので、飲んだ時は目がシャキッとして力がみなげるっていうような体感を得られるかなとは思うんですが、疲労回復効果があるっていうところは科学的に実証されているわけではありません。カフェインの覚醒作用による一時的に疲れをごまかしているというような形になるので、その時は頑張れるかもしれないんですが、体にとっては疲れは溜まったままという状態になってますので、いつかこうツケが回ってくるというか、体に残っている疲れが取れているわけではないので、その点はご自身の体と相談しながら疲れのケアっていうところもしっかり見直していただければなと思います。カフェインは取りすぎてはいけない成分になってますので、飲んでいただくのは全然構わないんですけれども、ほどほどの量にしていただきたいなというところと、疲れが取れているわけではないっていうところをしっかり頭の片隅に入れておいて覚えておいていただけると嬉しいなと思います。では本日は疲れが取れない時に食べていただきたい食べ物を疲労のタイプ別にご紹介させていただきました。この動画が少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。